はい、えーハチ公 HA03 シングルスピードのね、えー、パート2ですねえーとねあれから乗れてないですよ実は休みがね、えー、昨日今日もあったんですけどねずっと雨が降り続いてまして、えー、結局ね全然あの自転車乗れてないですね買ったはいい,んだいいんですけどねえー、でね前回動画の中であの えー、BB、ボトムブラケットですね、が、あのー、カップアンド・コーンなのか、えー、カトリッジ BB なのかね、えー、ご存知の方は教えてくださいと言っておりましたけどね、あのー、分かりました、あのね、カトリッジ BB みたいですね、えー、中国のね、あのー、多分これを。 製造したところですかね、のメーカーさんが入れた部品だと思うんですけどね。えー、また、詳しいあのメーカー名とかね、それは、1の方のパート1のね下の方にもあのコメントでちょっと書き込んでますけどね、また今回の動画でもね、型番がもしね知りたいという方があるかもしれませんのでね、えー、下の方にどっかね、貼っとこうかなと思いますけどね。 とといううことはもうあれですねカトリッジー BB っていうことはあの要はバラしてね油をなんかうりすを入れるとかそういうことはしないでいいみたいですね結局もうあれ以上はもう、えー、BB ごと BB のあのカトリッジー BB ごと丸ごと交換もし悪く,悪くなった場合っていうんですかねってことですかね逆に言うと、まあ、雨が降ってもねあの BB の中に雨とか入っていかないんで、えー、メンテナンスフリーっていう 考え方ででいいんですかね <laughs> ちょ自転車のね <laughs> にあの詳しいわけでもマニアでも何でもないんでちょっとその辺のねことはよくわからないんですけど多分そういうことだろうなという気がしましたねだからそういう意味では手がかからないのかなと思いますねこの8個の HA03 シングルスピードに関してはそんなふうに思ってますけどねちなみにねこのモデルはあの6段変速を積んだあのモデル があありますねあの型番としてはやっぱりあの8個の HA03 なんだけど、えー、シングルスピードってついてない方のモデルですね。それが大体いい価格的に言うと1万円ぐらい高くて、えー、6段変速かな、えー、積んでるんですけどあのー、一番ちっちゃいギアですねが割と大きいギアですんであの6段変速にはなってるけどあのー、要はその。 リアの方のギアが一番ちっちゃいギアでも割と大きめのギアがついてるんでシングルスピードよりは前に進まないいみたいですねちなみにこの間ね、えっと、このシングルスピードのモデル1こぎ 5.3m ぐらいとかあの言ってましたけど 5.6m ですねちょっと計算し直してみましたあのタイヤの外周帳からねあれすると 5.6m1 こぎ 5.6m の結構いくのかなという進むのかなという感じですねだから あの前回ねあの変速機付きのママチャリよりぐらいかなという話ちょっと同じぐらいかなと言ってたんですけど変速機付きのママチャリよりまあおよそ3 0ンチぐらいですかね3 0 4 0ンチは前に余計に進むっていうことですかねちなみにねあれですねあのママチャリとかじゃなくて例えばクロスバイク、えー、ジャイアントのエスケープ R3 とかね有名なところで言いますとああいうのはね えーっとね 9m 一こぎ 9m ちょっと進むんですかねやっぱすごいですねだからロードモデルロードのモデルドロップハンドルのついたロードモデルねよく皆さんあのなんかすごいスピードで車道を走ってるねあの皆さんの乗ってるあのロドロップハンドルのモデルですねああいうのだとまああのかなりちっちゃいギアね リアついてるのだと一こぎ十メートルぐらい一番トップのギアに入れると行くみたいですねやっぱりねまあもっともねこのあの八個の HA03 のシングルスピードの場合まあ十四インチタイヤ系十四インチってのもありますけどねあのまあのんびり歩道をね <laughs> ポタリングまあ走るっていうんですかね歩くにはちょっと距離があるけどな。 あのきついんで、それ自転車でちょっと移動したいなっていうのはね、時に使われるようなねものではないかなという、用途的に言うとですよ、車道を走るというのは、まあちょっと難しいでしょうね。スピードがね、そんなには、いくらひとこぎ5.6メートルでもね、そんなにスピードね出ないと思いますんで。というか、そういうふうな用途としては、もともと本来考えてね、作られてないんじゃないかなという気がしてますね。 今回ね、前回ちょっとあの、動画で上げてなかった分をパート2としてね、要は付属品ですね、送ってきたとき何があの、えー、付属品としてついてきたかというとですね、これ、まずこれですね、あの、これあの、ペットボトルを,をあの自転車に取り付けるための、えー、パーツですかね、まあ別途普通よく、ね、自転車のショップなんかに行っても売ってるものだとは思うんですどね。 これですね、それと、まあ、あのまだつけてないですけどいわゆる前輪と後輪のねあの、軸部分につけるプラスチックのこれ、えー、カバーですねそれとこれちっちゃい、えー、L 字のねあのヘキサゴンのレンチ入ってますこれ多分ねここちっちゃいねあのヘキサゴンのボルトが2本入ってるんで多分これをこ,こ2箇所を 自転車に止めるボントでしょうね。えー、が一緒に入ってますね。それから、まあ、おまけですね。付属品というかおまけですけど、これね、あの、チェーンロックですね。ついてきたね、おまけで。それと、えー、一番メインのおまけっていうのが、これですね。えー、これ見るとね、あの、ジャイアント、ね。 ジャイアントの製品ですね。バイシクルパーツって書いてますけど。ま、ああの、これ、えー、サドルの後ろあたりにつけるんですかね。取り付けパーツもね、またこれ、別途これ入ってました。えエ、ー、キサンゴのレンチとなんか取り付けるための、これ、スライドをさしてワンタッチで、ボルト止めで、多分あの、これ、シートポストのところにね、つけるんだろうと思うんですけどね。どういう、どういう形で付くんですかね。こういう形、こういう形で付くのかな この、まあ、シートは、ね、こうあってこのシートの後ろ側にこうつけるんでしょうけどねまあ、だこれ買うと、まあ、それなりにお値段するのかなという気がしますけどね構造はまあ普通かな手が入るぐらいのげんこつが入るぐらいの大きさがこの中ありますねだからこれこういうものを入れたりできるのかなちょっと厳しいかなそれはうん あとこれは、あとここに見えてるのはこれですね。ち手の中と、サムてカきましょうかね。これはあれですね。ゼニーと氷の、あ、違う、氷のところに付いたんだろうかな。キャップでこう、ガチャッとついてるんです。これ、まあ、あのー、商品を輸送するときのために、こう、ついてるパーツで、これも常時使うものではないんだろうと思うんですけどね。こんなものが一緒にね、なってましたね。まあ、だから、えっ、ー、と、あ、あと、 ベル、ベルがいましたね。ベルはね、もうあの、ハンドルについてました。えー、販売ページの画像を見ると、ベルが別途になって送ってくるみたいに書いてあったんですけども、ハンドルについてましたね。あのー、パート1のね、え個、ー、一のあのー、動画見ていただけるとわかると思うんですけど、ハンドル左側だったかな。もう取り付けてありましたね、ベルはね。 だから一応、あのー、無料でこんだけね、付属品ついてきますよって言ったものは、全部ついてたってことですね、このキャップ、ね、軸の、車輪の軸のキャップと、えー、ポット、ペットボトルのね、えー、取り付けるためのキャリアですかね、それと、えー、これ何て言うんだろう、名称的には何て言うのか分かんないですけど、 ね、このバッグとですねサドルバッグっていうのかなこれよくわかんないですけど名前的にそれとチェーンロックですねそパッとそれにベルトまあこんだけついてね、えー、初期ロット買った方はね値段がおよそ2万円だったんでお買い得だったのかなと思うんですけどちなみにねあのー、新しいツーロット目は2万6000円ぐらいになってますって前回言ったんですけど入荷してないですねあのー もしかしかたらこの動画見てね、買おうかなと思っている方いらっしゃるかもしれないですけど、結構、あの、あれですね、あの、ハチコウさんというね、ブランドをちょっと調べてみたんですけど、あの、YouTube 見るとね、いくつか動画上がってますね。私の買ったのは h a 0 3だけど、えっと、ね、04とか、01とかあったり、要はタイヤサイズ系が違うもので、まあ、基本的な折りたたみの方式とかはね、えー、同じみたいですけどね。 いくつか型番があって、多分なんか動画上げてるね YouTube に動画上げてる人のなんか言葉ちょっと英語ではなかったんでただアジアのどこかかなという感じですね出てらっしゃる方から見てねの方で販売してるみたいですね、うん、まああので外国名前がハチっていうのはねなんか中堅ハチ の名前から来てみたいであの送ってきたあの箱ですねあの段ボールの箱はね犬の絵が描いてあってハチ何,何かなこれあ漢字でね漢字と刀がで中堅ハチ公って日本語で書いてますねハチの上にねえー、なんか日本のメーカーさんと思わせたいのかなという気がね日本製品の信頼性とかなんかそんなのをちょっとあのー、まあなんていうか借りてるっていうんですかねイメージとして。 そういうことでハチ公っていう名前みたいですね。なんとなく調べてみたらね。まあ怪しいといえばその辺はね、ちょっと怪しいネーミングなんですけどね。だからあの、ハチ公って、あの、なんていうかな、その他の YouTube に上がってる動画を見ると、ハチ公ジャパンとか言ってますんでね、解説。要は日本製品、日本のメーカーさんの自転車だと思って、えー、買ってる外国の方が結構いるみたいですね。<laughs> なんかよくわかんないですけどね、そこはね。 ただ形的にはあのダフォンのね、えー、14インチのダフォンドゥーブかなあれあたりをまあましてる、まあ、コピー完全コピーとかじゃないけど近い感じに真似してるのかなという気は、まあ、デザイン的にはね気がしますね、はいえー。というわけでねあの走行してみてその感想ちょっと言ってみたかったしあの 自転車のね、チェーンの張り具合とかね、実はね、ちゃんと確認してないんですね、組んだのはいいけど、この間ちょっと家の前を本当20メートルか30メートルね、ぐるっと走ってみただけなんですよ、走行はね。だからちょっと詳しい感じっていうかな、走行のね、感じは分かんないんだけど、ただ思ったのはやっぱりあの14インチっていうサイズになっちゃうと、結構ハンドルしき、きちんと握ってないとね、あの、 怖いですね <laughs> だからフルサイズの自転車ね26インチとかはないしは、ね、27インチの自転車みたいな両手離して要はペダルだけ踏んでまっすぐ進むとかいうゲートそういうサイズの自転車はできますけどまあ14インチになってくるとちゃんとハンドルをねしっかり両手で持ってる方がいいですね。まあ、20インチの自転車でもね、えー、まあ、そういう傾向ありますけど消費者はまあ掃除じてそうですかね。ただあの、えー 安定速度っていうんですかね、ちょっとこぎ出してスピードが乗ってくるとこがなくても出せでスーッと割とあの綺麗に普通の自転車の感じで行くんであの想像していたよりは安定感がありましたねこの間ちょっとほんと家の前 2030m ぐるーっとねあの、ま、回ったっておかしいですね家の前をこう一回こう端まで行ってそこから U ターンしてもう一回ぐるーっと戻ってきてもう一回 U ターンしたぐらいですかね走った距離はね。 本当まあ、あのそれだけしか走ってないです要はその雨が降り続いてるんでね休みの日に。あのー、どうしようもないですねちょっと走ってみるというのができないんでね困ったもんですね。ということで今回はねあの、えー、8個の HA03 ですねシングルスピード付属品についてというお話でしたね何がついてきたかとまあ、まあ、一般的に言われてるもんだけどまあ、これ一緒に同行されてね送って。 来てるものとしてはあの値段からしたらいろいろまあ良心的なパーツついてるのかなという感じでしたね。おそらく今のあのツールとね値段上がっちゃいましたけどそれでも同じパーツがね多分あのついて、えー、送ってくるんだろうなと思います、ね。ちなみにこの八号さんのこのモデルと六段変速のモデルかなそのあたりに関してはなんかあの国内で輸入してるショップ一社さんだけしかないのかな。 私が買ったとこしかないみたいですね。そこが、えっ、ー、と、z o n とか、ヤフーショッピングとかに、あの、ストア出してますんでね、そちらが国内販売してるのかなという感じですけどね。はい、そういったことでね、あの、えぇ、ー、HA03 ですね。シングルスピードパート2ということで、付属品についてというお話でした。えー、ご視聴ありがとうございました。